こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回はアルファ9マック3を使ってシマリス撮影に挑戦してきましたので、そのレポートです。えー、撮ってきた写真を見ながら III、アルファ9マック3の機能のですね、紹介を少しだけしてみたいと思います。ぜひお付き合いください。まず最初はちょっと撮ってきた写真を見てみたいと思います。はい、えー、まずこの写真がですね。 目白ですねリスの家という埼玉県見沼区にあるですね、えー、と無料で入れる公園があるんですけども年末年始にお休みがあるのとあと毎週月曜日お休みのところなんですがそちらでシマ、えー、リスの撮影をしてまいりました、えー、そこのリスの家のですねえー、とすぐ目の前のところに、えー、とバラ科の トヨゴというふうな書き方してあったんですけども梅みたいな花が咲いていたのでそこに来ている目白をままずは最初に撮っていますえこれなんか連写で撮ってるんですがしょ全部プロテクトをつけてる写真だけ残っていてえ連写で撮ってるんですけども。 ベストトカット以外は全部消してしててままっていますというのも α 9ク3は秒120コマ撮れてしまうのでこれ普通に電車して撮ってるとあっという間に何千枚な1万枚ぐらいの写真を撮れてしまうんですねなので撮った端からですね、えー、っとピックアップしていって決定的なシーンにだけプロテクトマークをつけてそれ以外のものは全て削除するということをやっていますちょっとやってみましょう えと例えばこれがシンマリスだとして、えー、と撮ってみます今、えー、とほんのちょっとしかあの撮りませんでしたけどもこれで撮影してみると、えー、何枚撮れてるかというとこれだけで一気に74枚も撮れていますで、えーとまあ、動きないので分かりづらいんですけども例えばこの写真これが22枚目がベストだと思ったら僕はコントロール3にプロテクトのキーを あの割り当ててあるのでプロテクトをかけますでこのプロテクトをかけたところで展開終了にしてここで削除グループ内全画像削除というふうにすると今のプロテクトのかかっている写真だけが残ってあとは全部消えてしまうというそういうふうな作りができます。これで撮ってきた写真をどん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 、えー、と撮っては削除撮っては削除ということをやっています。さて、えー、っと シマリスの撮影なんですけどもちょっと見てってみましょうかこうやって地面につくばってるところが多いんですがあっきましたねえっと動きのあるところを見つけてプリ撮影という機能を使って私はシャッターを切っていますこの写真よく見ると左肩上にですね えっと、ボタンと矢印のアイコンがついていると思うんですがこれのマークが出ている写真というのはプリ撮影で撮れている写真になります。メニューのところからうんとドライブだったなドライブモードに入ってプリ撮影設定というのがありますね。 でえー、と連写に合っているこのプリ撮影機能入りというのができますでプリ撮影記録時間というのがあるんですがこれが0.05秒から1秒まで設定が可能この時間シャッター切った瞬間の時間から遡って撮影をしてくれます、えー、秒120コマ撮れる最大連写のモードで撮ってる場合 秒秒秒間に120枚秒で36枚でですね秒だけでも36枚取れてしまうこれを 1,、えー、1秒間に設定してしまうとシャッター切った瞬間にもうでに120枚切れてしまって、えー、バッファーの関係で1.6秒しかこれ連射が効かないもんですからシャッター切ってあと0.6秒しか取れないということになってしまいます。 いろいろちょっと私もまだ使い込んではいないんですけども試してみたところ大体私の運動神経で0.3から0.4秒に設定しておくとシマリソが撮ってる時に「あ動いた!」って言った後に、えー、シャッターを切っても大体撮れてるというようなイメージでしたそして「プリ撮影スタートトリガー」というのがあるんですがこれはシャッター半押しの時に 活動するのかそれとボディの手前側にですねここに AF オンというボタンがありますねこのボタンを押している時に、えー、と動作するのか両方とも動作するのかっていうのを選べます僕はあの AF 動作アサインボタンにだけこのプリ撮影を、えー、とスタートトリガーにしていますそうするとシマリスをよいしょこうやって狙っている時に AF オンボタンを押せばもうこれでプリ撮影が、えー、とされますよというふうになっておんですねで単車、えー、でも一枚だけとりあえず撮れればいいやっていうのであれば、えー、とシャッター半押しだけでそれで撮影すれば、えー、とプリ撮影がなく、えー、と無駄な枚数を撮らないで済むというような使い方ができますそして、えー、とこれで撮っている写真が こういったものですねちょっと電車で撮れてるやつないかなこれも、えー、とマークがついてるのでプリ撮影で撮れた写真になりますあこれ電車で55枚撮ってるのがあったの残ってたのでちょっとこれを見てみたいと思いますここでプリ撮影が始まっていてジャンプおこれベストショットですねでもまだこれ僕シャッターを押せてないんです、えー、とシャッターが押せると 37枚目でシャッターを切っているのでここで僕はシャッターを切っていますシャッターを切るとさっきのプリ撮影のアイコンがマイクマークがなくなるんですねここがベストかなこの辺がベストかな一番打点高いですねこの28枚目ということはプリ撮影を私が使ってなかったらこの写真は撮れなかったことになりますちゃんと両手両足離れてます さあまたちょっと次のやつ見ていってみましょうこれもそうですねえっ、ー、これは普通に撮れてるのかなマークがついてないのであこれも58枚の連写撮影をしてるみたいなのでえっ、ー、と回答してちょっと見てみたいと思いますここがプリ撮影で撮っているところここでシャッターボタンを切ってますね ということでここのの時も58枚の写真を撮っていますこれもプリ撮影で撮ってるところみたいですね。これもジャンプしてるのかな微妙だけど低いけどプリ撮影で撮れてる。これ4枚だけ撮れてるやつですね。残ってるやつ。あジャンプしてるシーンだけ残した。あこれ見事ですね。すごい飛んでる。これは、えー、とプリ撮影ではなくて私のシャッターで撮れていますね。 その気になれば撮れている。これもプリ撮影で撮れてるやつみたいです。これもプリ撮影ですね。これも二枚撮れてるけどプリ撮影。これもプリ撮影。あ、これ五十五枚残ってるそうです。えーとここでプリ撮影が始まってジャンプやった。ジャンプしてる。十七枚目だ。 プリ撮影ですね、はい、実に私がシャッター切ったのはここでしたもう飛び終わった後にシャッターを切ってるんですけどもその前の飛,び、まえー、と飛んでるところがしっかり取れているということになりますはいジャンプこれもプリ撮影ですね16枚目で取れてます すすごいですね秒120コマというのも威力があるのでこれとプリ撮影が、えー、と重ね合わせられているのでこんなすごい撮影ができてるんだと思います。あこれはねつがいのシマリスさんがじゃれてるのかなぁと思って撮ってたんですけどもどうやらそんな感じではないですねこれ。 シマリスが尻尾であの相手の顔をはたいてますね来ないで、いやって感じですシマリスも目つぶって、いてててってやってますねじゃれてるのかなこれはじゃれてる感じではなくてもうほとんど戦ってる感じに見えるんですが 次のものに行ってみましょう。これは常備滝ですね。常備滝のジャンプも取れました。えっ、ー、とこれまだ取れてない。取れてない。取れてない。飛んでった後、ここでシャッター切ってます。すごいですね。プリ撮影。これ例えば秒10コマのあの連写速度秒10コマのカメラにプリ撮影が付いても3枚しか取れないんですけども秒120コマで0.3秒あれば、えー、36枚。 60コマにしてると18枚取れるのでこれぐらいやっぱ高速電車がないとついてても、えー、とそれほど役に立たないじゃないけどえっ、ー、と威力発揮しないかもしれないですねさてこの写真えっと前ボケに使ってあこれいい写真ですねいろいろわさわさとやってるんですが、えー、とこういった時も ai プロセッシングユニットを使ったソニーのアルファであれば、オートフォーカスは簡単に取れるんです。ただ、えっ、ー、と草むらがあるとえっ、ー、とちょっとフォーカス合わせるのが難しい。というか、カメラがシマリスを見つけてくれないとフォーカスが合わないので、えっ、ー、と結構難しいことになります。ちょっとやってみます。えっ、ー、とまずよいしょ。今被写体認識は動物になってますね。これ、鳥と動物というふうにもできます。 鳥と動物にしてみますで、えー、とオートフォーカスなんですけどもエリアはですね私はこの、えー、とトラッキング拡張スポットというのを使っていますこれを、えー、とドセンターに合わせて、えー、とこれで被写体見つけたらまずパッともう日の丸構図でこうやってフォーカスを合わせてしまえばもうこれで瞳エ f フがこうやって効きますねでもう構図自由に作ることがこうやってできますすごい便利で、えー、と鳥と鳥と 人見えふになってるので鳥の時もこのままでもうすぐ撮影がこうやって可能になるとでさっきのですねよいしょこんなこんなもの用意してあるのでこれでちょっと目隠ししてみますえー、とこれで見てみるともう見えないですねちょっとうっすらとしてわからないフォーカスが合わないあこんななっちゃったこういった時もえー こちらのレンズのほうにあるんですけどもフルタイム DMF というのがついていてえとここでフォーカスリングを合わせるとです回すとですねこうやってフォーカスを自分であの回すことができますどこにいるんだここら辺かこれでシマリスを見失ってしまっているんですがうっすらとこうやって見えたところでここで AF をオンにすればもうちょっと薄くないとダメか。 えっとあ被写体見つけましたねシマリスをこうやってえっ、ー、と何も見えてない状態だとフォーカスが合わないんですけどもうっすらとでもこうやってシマリスが見つかればこれでもうあのフォーカスを合わせてくれるんですねもうちょっとわかりやすいとここでどうだろうあ来ました来ましたこんな風になっててもこれで見つけてくれるとさっきの写真が撮れますちょっと でもやってみシマエナガももこんな感じでよし合わなくなっちゃったけどフォーカシーリングを合わせてあげるとこれあ瞳 AF 来ましたねこんな感じで、えー、とフルタイム DMF を使いながら動物瞳 F あ鳥,鳥動物認識をさせると。 さっきみたいな写真が。撮れるかなというところでございます。いはい、これはお、えー、っと。お昼寝しているところですね。ご飯タイムがあるんですけども、その時間を過ぎるとですね。えー、っと、お腹いっぱいになると、こうやってあちこちで昼寝している子がいるので。あの、こういうのは撮るのは、すごいとても簡単です。 えと眠そうにしている子が目をパチパチさせながら寝ているところとかは動画で撮るととても可愛いと思いますえっ、ー、と植栽リスのうちは頑張ってくれているので、えー、とあちこちにお花が咲いているので季節のお花と一緒にリスをあの絡めて撮るとあの季節感が出るかなというふうに思いますこれも57枚撮れてるちょっと見てみよう。 なんかシマリスが突進してきてよけてるここになんか餌が埋まってる穴があるみたいでそれをトりっこしてるみたいですねはいここから次の連射になります僕はじゃれてるんだと思ってたんですけどもこうやって見てみるとすごいぶっ飛んでます2匹でこれ完全に喧嘩ですね 目に見るとよいしょあこれなんかすすごいですよ拡大してみるとほら口開いて噛みつこうとしてる噛みついてるで噛みついた後もあもう2匹とも2人,2人とも目閉じてますねそれでああまた2匹とも団子状になってぶっ飛んでってますね あこれれはじじゃゃてててるんじゃなくて喧嘩してます、ね、<laughs> えというのもあの動きすごい早いのであのた目には遊んでるように見えてたんですがこうやって秒120コマの世界で静止画で見てみるとその様子がよくわかります。これも、えー、と秒120コマで撮ったジャンプの写真。 えとちなみにシャッタースピードは今普通に静止画であの止まってるところを撮るんだったら1000分の1秒ぐらいでいいと思うんですがこうやって動作してるところを撮ろうとすると最低で2000分の1秒2500とか3200分の1秒ぐらいのスピードでないとどうやらブレてしまうみたいで今回は 1, 分の1秒基準で撮っていますシャッタースピード優先で。 あこの子たちは仲いいみたいでなかなかシマリスってこうやって絡んでるところって取れないのでえっ、ー、とこれは繁殖期なのでもう辛いになってるんですかねえっ、ー、と仲のいいシマリスの写真が撮れましたこれもジャンプ写真あこれもすごいですよこっち側にやってくるシマリスを見つけてず,ずっとじゃないんですけどパッと AF を合わせてそのまますぐ走り出したのでプリ撮影で撮って っていますえっ、ー、とプリ撮影でこの辺ですねここで僕シャッター切ってるので最初のジャンプは撮れなかっただけどここではここのジャンプがいいかな顔に日当たっててこの辺ベストショットですかねでも飛んでる浮遊してるところでいったらこの辺かなプリ撮影でないと撮れてない写真になりますね あこれもいい感じで撮れてる。これはプリ撮影じゃなくて僕実力で撮れてるみたいです。これはプリ撮影ですね。こういうジャンプ写真って今までだったら1日粘って1枚か2枚撮れるかどうかだったものがもう見てのとりで α9M3、えー、使うともう連発です、えーと。シマリスジャンプ写真もう20連発ぐらいで撮ってるんじゃないでしょうか。えっ、ー、とこれですね。 えっと写真で、じゃなくて、あの動画も実は撮ってきているので、えっ、ー、と動画の方もちょっと見てみようかなと思います。えっ、ー、とここはさい市のリスの家です。入場無料。はい、えっ、ー、としんまりさんが園内で、えっ、ー、と柵も何もないところで。えっ、ー、と直に見れる、見ることができる施設になります。僕調べた限り、あの関東で。 あのこうしてシマリス直接見れるところっていうのは、どうやらここだけみたいだと思います。シマリスちなみに外来種なので、えっ、ー、と外に放しちゃいけない。ここで完全に管理されています。あ、なんか穴,穴に餌が埋まってますね。あれを掘って食べてるみたいです。自分で埋めたのかな。 冬眠から覚めてきたばっかしなので、みんなお腹空いてるのか元気ですね。元気に餌探しをしています。おお影でご飯食べてる子もいますね。穴から掘り出した餌食べている子、みんな鼻がこうやって鼻に土がついてる。で食べ終わるとこうやって顔をきれいにするんですね。 これレンズは SEL70200G を使っているんですが、えー、と後半の方は1.4倍テレコンをつけて撮っていますシマいし撮影は100、400ぐらいがベストかなと思うんですけども 70200G2 でもこんなに寄った撮影ができますちなみにソニーの純正レンズなので、えー、と手ぶれ補正アクティブが使えますこれ全部手持ちで撮ってるんですけどもどうでしょうあの三脚使ってるぐらい ビタッと止まった感じで撮れてるんじゃないでしょうかとても手持ち撮影には見えないですねあここはね、えー、とグローバルシャッターで、えー、と撮ってるので編集ソフトで手ぶれ補正実はかけてるんですちょっとブレは大きかったのでだけどローリングシャッターだとこれあの背景がぐにゃぐにゃ歪むところが全然歪まないんですグローバルシャッターの、えー、撮影のメリットって動画でもこうやってあるんですね 7 0 0 0 2 G2 は F4 投資のレンズなのですがそれでも望遠使うと背景大きくこうやってボケてくれます綺麗にボケますねしかも動物 AF がよく効いてて瞳に合わせてビタッと AF が合ってくれてます写真だけじゃなくて動画でも威力を発揮しますあここからはね120個秒120個まで撮ってきた、えー、と連続写真をですね動画にしてみました24 fps にしてさらに2倍速あの2分の1倍速にしてるので、えー、と10倍速ぐらいで見てる感じですかね10倍スローモーションあさっきのけんしてるところうんじゃれてる感じではないな常備滝あよけてる突進あす飛んでますね人ともすごいな これは戦いですねやっぱねあ、うん、これも AF よく合ってますねあこれ払ってから土を払ってるところそれから動き出すみたいということでこれが動画でしたさてちょっと私も写真をいくつか用意してあるので えと今週末あの当店で撮影会やるんですけども、えー、春時期に行くとゆすら梅という、えー、とこんな、えー、と桜っぽく見える桜は咲いてないので園内にこれと一緒に絡んでるところを撮るとあの桜シマリスみたいな形の絵がこうやって撮れます。えー、と前ぼけに使ってもこうやってピンク色になるので春っぽいですね。 それと雪柳というのも、えー、と薄らい目よりちょっと早く咲くんですが、えー、とこちらも春っぽくこんなふうにふわっとした写真を撮ることができますでもうちょっとすると,、えー、と今年植えてくれるかどうかわからないんですけどネモフィラ、えー、とこれと,、えー、とこの年は撮ることができてネモフィラとシマリスが撮れましたえっ、ー、とゴールデンウィークちょっと過ぎたぐらいになると今度は えと赤ちゃんが生ままれてきます今が、えー、となんだろう繁殖期になってて、えー、とそれで赤ちゃんが生まれてくるのが、えー、とゴールデンウィーク前後ぐらい去年はゴールデンウィークのあとぐらいになってたのが一番たくさんいたかな、えー、と年によって違うんですけどその前の前の年ぐらいはあ違うこれはもうコロナ前かこれだからもう34年前になっちゃうのかなこの時はゴールデンウィーク前に行った時に撮ってる写真ですね。 で、えー、とその6月ぐらいになると今度アジサイが咲くのでアジサイとシマリスが取れますでさらにその次になると,、えー、とこれビワと一緒に食べビワを食べてるシマリスえっ、ー、とビワちょっとずつ食べればいいんだけども片っ端から全部口づけてっちゃうのでどんどんダメになってっちゃうで秋口になると,、えー、とこうやってどんぐりとかも食べてるシーンが見れるかなと思いますでさらにえー、と 11月ぐらいになると今度は冬眠を始めるんですけども冬眠の準備が始まるとこうやって落ち葉を口いっぱいに集めて巣に持ち帰る姿が見れます。でなかなかチャンスないんですけども雪が降ってる時に、えー、と行って撮ってきた一枚の写真がこれ。えー、とこの時雪降って、えー、とチャンスだと思って行って10時開園と同時に入ってで11時ぐらいにはもう溶けちゃってたので。 この時しか取れなかったなあというものになります。こんなええー、と、写真がリスのうちでは一年を通。